濁り絵は、樋口一葉の三つの短編小説、十三夜、大つごもり、濁り絵のオムニバス映画です。今回の動画は、濁り絵。菊の井で、一番人気の釈夫、織木。源七は織木に入れ上げた挙句、仕事がおろそかになって、落ちぶれてしまいます。それでも、織木のことが忘れられません。そんなある日、とても気前の良い、お客さんが織木の前に現れるんです。織木を、淡島、千景が、源七を、宮口、誠二が、源七の妻、お初を、杉村、春子が、演じています。それではどうぞご覧ください。7月2日、新開地。通りに酒売る家ある。おなごあまたいて客の富をすること、歌い目のごとく遊び目に似た。常に文書きて賜れとて我が元にもてくる。主はいつも変わりと、その数計りがたし。おい、木村さん、新さん、寄っといでよ。お寄りって言ったら寄ったっていけないか。また素通りで二葉焼きだろ。いけすかないね。ダメだよ、お風呂だよ。本当に呼ぶなら帰りに切って言ってくれよ。新さんもいいか。話せよ、いいから。後でたんまり流してやるよ。うまいことばっかり言って、二葉屋なんかに上がったらもう押しかけてって引きずりをしてやるから。そう思いな。来てやるからさ、待ってない、おとなしく。きっとだよ、きっと来るわね。待ってろよ。ああ、後で行くよ。嘘つきだから何言うか分かるしな。ねえ、姉ちゃんだよ。ちっ、後でもないもんだ。来る気もないし。本当に女房持ちになって仕方ないね。タカちゃん、だいぶ50回だね。リキちゃんと違って私には腕がないからね。一人でも逃がしたら残念だよ。やけぼっくいってこともあるからさ。心配しないでおまじないでもして待っといてよ。おまじないなんて私みたいに運の悪いものには点できやしないわよ。それに私髪の毛一本抜いてもらっといてどこやっちゃったんだか。他の人のと間違えたらことだね。ほら、あんた誰んだって効き目がありゃ文句がないけどね。どうせリキちゃんみたいな若い一枚看板にはかなやしないよ。カルシもらっといてよ、おかみさんに。私がそう言ったってさ。あら、降ってきたのかね。通りでムシムシすると思った。また今夜も木戸番か。なんてな、腐るね。おりき、しょうがないね。店で買い物したくようじゃ。ダメですよ、今日は。こう不利になっちゃう。きれったいね。はさみま、長い湯だね。年寄りじゃあるまいし。だってさ、公園のたったにやったから取っ捕まえてどうしてくれて散々言ってやったのよ。だって顔だなるって散々ふざけんや。この俺人を袖にしてるからさ。リキちゃん見て。そう。だってさ、手紙三本も大福頼んできてくれって言うから待たされちゃったのよ。巻き紙二広間あんでしょ。長いんだもん。どこへ出すんだって。みんなリキちゃんのお波さんたちよ、三人とも。バラスもだすぎさでいいかな。衣装代貯めたら出るべや。
なんだ、店だとばっかり思ったら。さあ、手紙。文句は全部同じでいいんだね。そんな暑いのに巻きつけないと不足になるわよ。虫が好かないね、どれもこれも。まあ、もったいない。どうせこんなの出したって悔しないけど、おあいそだよね。ちょっとアキちゃん、後ろ塗ってくれ。よし。お灸の後のとこ塗りつぶしてね。あいよ。こうやのたっちゃんたら、私と初対持つってあれほど約束をしてきながら、カーダやのおろくと。もう聞いたよ、その話は。アキちゃん、来るとき表誰もいなかった？そう、リキちゃん。おや、頭痛でもすんのかい？口開けからそんな。ダメだよ、みんな店行ってなきゃ。はい。タカちゃんみたいなの一人出てたってしょうがないじゃないか。さあ、リキちゃん。さてっと。またうろつかれたから引っ込んでいたんですよ。ケンさんかい？あ、知らっときや、あんな落ちぶれた人。じゃあみんな、早くしとくれ。今時でも、ケンさんみたいに真心な人は珍しいよ。私の野郎なんざ心がありしちゃって顔見てさ逃げ出すのに。落ちぶれてま、根っからいいお客じゃないにしても思い合った仲なんだからね、リキちゃんとは。年の違うのも向こうに焦がるのも承知の中だもの。おかみさんがあるからって言って別れられるもんか。あったっていいじゃないの。リキちゃんの略言一つで、今のおかみさんに見下り犯だってやれるんだもの。ま、一緒にならないとしてもさ、呼んで会うぐらいのこと構えしないわよね。そう、お嬢様じゃあるまいし遠慮ばかりして。お前は思い切りが良すぎるからいけないよ。ああ、源さんもかわいそうだわね。身に済まされるよ、私は。昔の夢さ、人聞きの悪い。土方の手伝いをマブに持つなんて勘違いされちゃ迷惑だよ。菊の井のお力さんはね、もう源とも七とも、名前さえ忘れちゃって思い出さないんだから。やめやめ。もうこの話はお断りだよ。ひょいと、遊んどいでよ。え？ひょいと。ねえ、寄っといでよ。色男、可愛かったやろよ。ひょいと、寄っといでよ。ねえ、いいじゃないの。バカにしてるよ。たまに通っても。すごいわね。とうとう捕まえたよ。誰？シンガオらしいよ。どうぞ。まあ、どうしまするのに、どうぞ。おかみさん、お客様。はい、どうぞ、二階、こんなに。いや、二階よ、どうぞ。どうぞ。ねえ、とお調子。はいよ。あら、旦那。ちょいとお待ちよ、旦那。ねさま、リキちゃん、だいぶおしめやかだね。だからさ、今陽気に騒いで騒ぎ抜こうって言ってんのよ。アキちゃんは？アキちゃん、アキちゃん、はい。私沈んだことは大っ嫌い。おい、この子の可愛い人は何ていう名だ？はあ、私はまだお名前を受けたまわりませんでした。嘘を言うともうじきお盆に閻魔様へお参りができないぞ。だってあなた、今日お目にかかったばっかりじゃございませんか。今改めてお伺いに上がろうとしてたところですのよ。何のことだそれは。あなたのお名前をさ。バカバカ。とぼけるな。いくつだ君は。あたし19。本当か。はい、どうぞよろしく。さっきから履歴調べで。何にも隠して言わないじゃないか。だってもう来る人来る人お決まりの尋問で、お酒がまずくなりますからさ。
面白いことがどうせあるんだろ。あら、お兄さんったら。お兄さんはよしてくれ。もうそんな年じゃない。旦那の勝負当ててみましょうか。ああ、どうぞ。何分願います。いいえ、私は人相で見ますから。よせよ。じっと見られて、棚卸しでも始められちゃたまらないよ。ま、私に見られて照れてらっしゃる。男殺しだ、その目つきは。まあ、ほんと、旦那。おごりだよ、タカちゃん、どうしても。あったりちゃ、嬉しくなっちゃった。ね、こちら、実がありそうで頼もしいわね。そうなりも急に、ご返礼に及ばなくても。でも、硬そうで、こういうところにいらっしゃる方とは、経路が違います。もう管理だもん。嘘おっしゃい。日曜以外に遊んで歩く会員様があるもんですか。で、力ちゃん、こちら何やってらっしゃるんだろう。道楽運用。ハハ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 いや、妻子なく職業もなく、もっぱら広恋の修行を志す。うわっ、うそうそ。ねえ、本当に奥さんはなさらないんですか。そう真に迫った顔をするのはゾクゾクする。男殺しの目つきです。聞き迫ってくる。うんですけどさ、本当にそうならいいんですけど。うん、本当にさあ。じゃあんまりアボのお尋ねはしない方が良さそうよ。いや、構わんよ。どうせ本当のことは。いや、じゃあ当てなさい。帯を出そう。うわぁ、何当てるんですか。旦那の商売。そう、私が当てる。よし。ご商売なんてお会いなさるはずないの。こちらはお方、ご家族様のお忍び歩きのご遊興さ。これをお相方の高尾にお預けなされませ。皆の者に週に使わしましょう。まあ、力ちゃん、相手に惜しいよ。なあ、いいわよ。ねえ、あなた。これお前に。これ姉さんに。この大きいので帳場の払いを取って、残りはみんなにやってもいいっておっしゃるから、よくお礼を申し上げていただいておいでな。まあ、よろしいんでございますか、旦那。本当にいただきますけど、よろしいんですか。まあ、ありがとうございます。どうも、すいませんですことね。じゃあ、みんなに早速。どうも、旦那。恐れ入りやす。じゃあ、ジョバにこれを。じゃあ、力ちゃん、ごゆっくりね。ジュークにしてはやらく老けてるね。まあ、お人の悪いことおっしゃるわね。君はどうするんだ。金は欲しくないのか。私はこれ。これさえいただけば。おい、人の名刺をいつの間に引き出したんだ。これと引き換えにお写真くださいね。そんなものを。いや。おい。ねえ、あさってまた来て。そしたらご一緒に写真写しましょう。ね。無理に寄っていただいて、今日は本当に失礼しました。ごめんなさい。またのおいでお待ちしてますわ。おい、ほどのいいことを誰にでも言って。あら。ごめんだよ、空文句は。ねえ、嘘か誠か九十九夜、通い詰めたらわかります。菊のおいの、その日送りのお力だからって、いつも紙本語ばかりは書きませんよ。というその手ももう古いやつさ。ね。あら、旦那お帰り。お帰りですよ。まあまあ、もうお帰りで。どうも旦那、ただいま。どうも、めいめいが。どうもありがとうございました。みんなよくお礼を申し上げな。どうも。お車、お、サマちゃん。お、お履物。どうもすいません、旦那行き届きませんで。またお近いうちにお越しを。旦那、先ほどはどうも。ありがとうございます。お供来ました。あ、そうかい。お供参りました。お、いい塩梅に雨も上がります。バラにするね、客をっぺ出して。やれ！出る！
ごめんなさいお兄さん。またじゃあ旦那どうぞお大事に。リキちゃん、まあはばかり様。お前あっち行け。ほら、なんで、あげしろの下駄みたいな面しやがって。リキちゃん、じゃあお願いしますわね。おう、どこ行く。ちょっと頭痛がしてきちゃった。リキちゃんみたいに器量自慢で一番若いからってあんた、そういつまでもあがんばかり言ってらんないよ。そりゃ今は聞くのよ、リキって言ったらさ、新海来るお客で知らないものはないけど、あたみたいに30過ぎてごらん、鼻も引っ掛けられなくなるよ。だからせいぜいゆきさんに手紙書いてますよ。なんとっとちゃま、ませた子だね。こんなことねえですよ、もうなお。あれからゆきさん、三日にあげておかよいじゃないか。本当に奥さんないらしいね。男っぷりはいいし、気前はいいし、今に対して出世する人だよ。お楽しみだね。おかやきすんじゃないの。でもきっと今にリキちゃん奥様にって言い出すよ。その時になってお前、足を出して湯飲みで煽るんだけはやめに押しよ。お人柄が悪いやね。だからこの子食べる。ゲルンさん聞いたらどうだろう。気違いになるかもしれないよ。ああ、ともかく馬車乗って私が来ると都合が悪いから、ここいらまず道部進化しといてもらいたいね。こんなドブ板のガタつくような店先、それこそ人柄悪くて横付けにもそりゃしないじゃないか。あら、おっしゃいましたね。そうよ、みんなそれまでもう少しお行儀直しといて、奥様の求人出られるように心がけておくれ。しかし今どうでしょう、あの顔どう見ても奥様らしくないね。やんちゃだよ。奥様、ズバンとこすだけじゃ仕方ねえな。誰だい。おかえりなさい。誰だよ。ゴミためにドーナツ捨ててあんのはもったいないことするじゃないか。おう、10年前りは済んだわ、すっかり。ええ。私たちがやったら大目玉だよ。あんなにおの何回も出すからさ、トーナス当てられんにゃ、まだ命が惜しいわよ。さあ、ふろふろ、今のうちに。ゆきちゃん、風呂栓貸してくれよ。子供に送っちゃったんだよ、ボンが来るもんだから。チェトリンだ、おりきに。今、お客さんですから、何のご用ですか。チェトリンから、話したいことは。あ、キヨちゃん、これ下げといて。あら、旦那さん、いいお月様よ。うん、ご機嫌だね。まあ、そんなこと。
毒だぞ、そう煽っては。少し控えなさい。あなたまでが、こうして無理に商売してられるのも、この力のおかげなんですもの。私がお酒を離れたら、お座敷はおつやになっちまいますよ。何か司祭がありそうだな。ええ。考えたって仕方がないから、人前ばかりの大容器。お力は雪抜けの締まりなし。苦労なんて散るほども知るまいと、みんなお客様そうおっしゃいますけど。私ぐらいつまらない生まれつきの女は。慰めてあげたいが、何を聞いても身の上一つ語ろうとしないじゃないか。まあ嘘でもいい。作り話にしたって、一度や二度の付き合いでもないのに、聞かすのが普通じゃないか。まあ、口に出さずとも、お前の思うぐらいのことは聞かずとも知れてる。それを聞きたいんだ。言ってごらん。古風だが袖振り合うもだ。つまらないことなんです。さあ、歌でも一つ。してくれ断ってよ。今夜はお客で酔いましたから、お目にかかってもお話はできませんって。お話でいいのかい。ああいいのさ。困った人だね。何もそう体裁には及ばないじゃないか。可愛い人を素戻しっていう手もなかろ。あっといで。なんならここへ呼びなさい。席を外してあげるから。冗談は抜きにして、ねえあなた、持病の頭痛はそれか。まあ、そんなところでござんしょう。お医者様でも草津の湯でも。おい、ご本尊を拝ませてもらいたいな。役者で言ったら誰というところだ。見たらびっくり。元は幅が利いたと言っても布団屋の慣れの果て。じゃあ心意気か。いえ、何の取り柄もありませんよ。こんな店で新車はたくほどの人です。弱気で人がいいってばっかりで。それにお前がどうしてのぼせた。これは聞きどころだ。大方のぼせ症なんでしょ。私はいま下へ来てるそうですけど、よらず触らず返した方が身のためなんです。女房子もありこんな家へ通ってくる年でもありませんからね。恨まれてもそうした方が。いつもあなたとこうしてられるの夢じゃないかと思うんです。だってつかの間の幸せとはいえ、夢の中のあなたを奥様がおできになったり、二人とおいでが止まったり、もっといろんな悲しいことばかり。私毎晩泣くんですよ。ふと目が覚めると枕髪はびっしょり濡れて。僕はまたいっそ気楽で浮いて渡る覚悟の人だと思っていた。夢に見てくれるほど実があるならと、妻にしてくれぐらい言いそうなものだが、根っからお声がかりもなし。こんな商売が嫌だと思うなら、遠慮なく何もかも打ち明け話をしたらいい。でも、今夜は嫌です。なぜ？どうして？どうしても、
下に来てるからか。いえ、もう帰りました。どうしてわかる。推しの聞く人じゃありませんから、戻っていきます。ちょっとね、あの子。あの水菓子屋に来てる子、あれがあの人の子なんです。あんな小さな子供心にもよっぽど私が憎いと見えて、鬼鬼って私のことを言います。はあ、私ってそんなに悪者に見えますか。お前もお風呂に入り。お前さん、この子も入れてやっとくれ。さあ、お父さんに洗ってもらえ。乾くから、だっとして早く上がってらっしゃい。お前さんの好きな冷ややっこにしましたよ。私の内職もね、この四五日割と数が上がったから、この分ならお分にお酒ぐらいつけられるよ。来てください。あ、上がりヒッターかけてあるからね、待ってて。お前さん、ひどく疲れておいでのようだから、早く今夜休むといいですよ。桃は夜毒だから、明日まで取っとく約束だったよ。うん。父ちゃん。来な。うん、そこ置いとけ。顔しかい。さあ、坊主は俺のそばへ来い。うん。おかわり。もうよす。力仕事する人が三千のご飯が食べられないってわけはないじゃないか。そりゃ菊の井の鉢魚のようにうまくはないだろうけど、今の身分でそれを思い出したところで何になります。先は売り物買い物、お金さえできたら昔のようにも可愛がってくれるでしょうよ。お城へつけていい着物着て、
迷ってくる男を誰かになしに丸めるのがあの女たちの商売。今さら車の後押しが構えつけてもらえなくなったからといって恨みに思うのは未練というもんです。お前さん知っておいでだろ、裏町の境の若い衆双葉のお角に落ち込んで駆け先の子らで使い込んで、それを埋めようと焦ってお前大臣虎のボンゴ座の端についたのが身の詰まり、だんだん悪いことが染みついて土蔵破りまでしたそうじゃないか。今その男は監獄入りしてもっそ飯を食べてるのに、相手のお角は平気なもの、面白おかしく弱ったって誰も咎めるどころか見事繁盛してるじゃないか。それだって向こうは商売人の一徳、騙されたのはこっちの罪なんだから、考えたって始まらない話ですよ。それよりも気を取り直して家業に精出して少しの元手でもこしらえるように心がけてくださいな。今お前さんに弱られては私も子供もどうすることもできないじゃありませんか。男らしく思い切るときは諦めて、お金さえできたら折り木どころか揚げ巻きでも小紫でも別荘こしらえて囲ったらようござんしょ。さあそんな考え事やめにして元気に持ち線で曲がってくださいよ。滝地まで沈んでしまったじゃないか。食いな、ね、もっとどっさり。俺だっていつまでそんなバカで言いやしねえ。妄想あの女の名前ばかり出さないでもらいたい。何の好みになって今さら何を思うものか。あっさりちょいと当てられただけだ。心配しないで十分にお前やってくれ。あの人の判定洗ったり桃引きの作ろうでもしてみたいと金がなから思ってるのに、初等を持って私を騙して人をおもちゃにしたらあんなお茶っぴんのおろくなんかあんまりかよ。俺のせいじゃねえよ。こらこらかわいいI'm sorry.
ご主人は優しくてくださるかい？いいよ、引きてもらったじゃないの。おばあちゃんにも随分合わないけど、目は少し見えるようになったんだろうか。ダメなんだって、もう。お医者に変わってないんだ。おっかさん、俺、今のろうそく屋にきっと辛抱して、一人前になって楽させてあげるから、それまで元の家に待ちありして待ってておくれよ。お前だよ。食えないもの、お前、マッチの箱なんか貼ったって。じゃあ、いくら破入りだってこんな遠くまで寄りつくんじゃないよ。困るよ。どこ行くの？お座敷放り出してしょうがないね。あ、鬼。鬼姉さん。何をそう慌てて。いえ、別に。人が約束の日にこんなとこに出てるとは、異質な女だ。まあ、何とでもおっしゃいます。言い訳は後にしますから。人が見る。うん、どうないと勝手に慌てます。付き上がってるんですよ。一枚看板だと思って大事にしてやれ。つけといて少し余計にさっぴいてやんだね。六つお乳の猫の皮なんだからね。おや、帰ってきたよ。どこ行ってきたんだい？まあ、いらっしゃいまし。二階？ああ、どうぞ。おかみちゃん、お支度お願いします。おりき、客置き去りに注意させるって本があるか。怒らして後始末はみんなに押し付けてきなって。おう、帰ったら一度ここへ。おい、いいのか下の座敷。ええ、どうせお棚物の白織りなんか怒るなら怒れです。少し休んでならともかく、今はごめんこむらしてもらいます。ああ、嫌だ嫌だ。つくづくもう人の声の聞こえない静かな静かな果て行っちまいた。いつまでこんなこと、私続けなきゃいけないんでしょうかね。お待ちどうさま。すまないね、取りにも行かないで。いいだよ。また姉さん頭痛でもするかね。あ、いいよ、つけなくても。あ、そうそう。お山様で櫛打ってたから。夕べ落としたって探してたからさ、あげるよ。まあ、綺麗な。
似合う姉さん。うん、さ、早く下おいで。また息抜きしてたって怒らないうちに。旦那さん、どうもお邪魔しました。ああ姉さん、どうもありがとう。今夜は眠られないよ。無邪気な子だな。ええ、あんな頃もみんなあったんですよね。ゆきさん、今夜はお酒を思い切っていただきますから止めないでくださいね。それは解放はいつもさせられてるから。嘘、あなたの前で取り乱したことなんかただの一度だって。よし、いつも壁一つ隔ててお前の物言いが気に入らなかった。今夜は心底から遠慮なく付き合おう。え、じゃあこれにください。まあ気の晴れるほど飲むのはいいが、何をそう怒ってるんだ。また聞かせられない話か。いいえ、これを 2,3 杯いただいて酔ったら今夜は何もかもお話します。驚いちゃいけませんよ。前置きは凄まじいもんだな。何をうっとりしてるんだ。あなたの顔見てますの。こいつ、おお怖い方。冗談はのけて。いいえ、嬉しいの。今夜はあなたはことにご立派に見えるんですもの。何を今さら。よっぽど私ってうっかりもんなんですわね。あ、ごめんなさい、自分にばかりついで。どうしたんだ今夜、下地があるんだろ。いいえ、まだまだ荒れませんから。先にお断りしときますけど、私の自堕落は承知しててくださいまし。嘘偽りは申しません。何もかも白状しちまいます。泥の中に生きるにはこうならなきゃ繁盛どころか見に来る人もありませんもの。かわいいの、愛しいの、見染めましたのでたらめの政治。そんなことはとうの昔に知れてる。ええ、それを本気にするアホがいます。私だとてたとえ九尺二軒の裏長屋でも、言われてみれば身を固めてみようかと考えないこともありませんけど、まんざら嫌いと思わない人でも初対を持てたらそれほど嬉しいか本望か、今さら私にはわからないんです。やはり浮草が性に合ってるか。そもそも私初めからあなたが好きで。おいおいね。それで？それで一日お目にかからないと恋しくて恋しくて。おい、いやねえ、もしあなたが奥様にと、もしもよ、そうおっしゃってくださったらどうでしょう。私やっぱり持たれるの嫌。自由がいいのか。ですけど好き。どうしてもあなたがこんな気持ち、浮気なんでしょうか。何に向いてるんだろう。元はといえば三代続いた出来損ないからです。親父さんというのは。父は職人です。三つの時縁先から落ちて片足悪かったものですから、人の階段を嫌って座りっきりの飾り職、金物をコツコツ細工していたんですけど、少しは名人上手と言われた人で、気ぐらいが高いからひいきにしてくれる人もなく、寒中親子三人が古浴衣と震えて過ごしたくらいだったんです。Thank you.
だね、何こんなして。両親はもういないのか。胸を患って、おっかさんの一席もこのうちに、父も後追いました。じゃあ一人ぽっちか。誰か呼んでお呼びにしましょうか。今夜はどうしても返さない。帰っちゃいけない。ダダをこねるな。おげたはもうどっか行ってありませんから。ね、ダメよあなた。お化けになってお帰りなさい。隠したな。え、ちゃんと。今夜はそのつもりで言いつけておきました。よし、じゃあお化けになって下駄なしで帰ろう。意地悪。お前さん、お盆に入ってからまるで仕事に出る張りもなくして、そんなことでどうするんです。やかましいな、少し黙ってろ。黙っていてはこの日が過ごされませんよ。体が悪いなら薬を飲むなり、お医者にかかるのも仕方がないと思うけれど、お前の病は気持ちさえ持ち直せば済むことなんだから、少しは正気になって精出してくださいよ。いつとも同じ愚痴ばかり。耳にタコができたよ。酒でも買ってきてくれ。飲んだら気分も。昨日イチゴ買ったじゃないか。毎日お酒が取れるくらいなら、いやいや仕事に出てくれなんて頼みはしないよ。私の内職だって朝から晩まで汗流して15銭が関の山ですよ。親子さんに思いもすれるかって瀬戸際に酒買いとはよくも。お前さんよっぽど無茶な人になんなすったね。昨日もお盆だっていうのに子供に白玉一つこしらえてやれ、お前さんのお酒だけはと思って。もういい、頼まない。よくね、考えてくださいね。お仏壇にお棚飾りもこしらえられず、お豆苗一つでご先祖様にお詫びするのも誰のせいなんです。みんなお前がアホを尽くしておりきのやつにつられたから起こったことじゃないか。私だって言わないようにこれでも抑えて我慢してるんです。10年も連れ添って子供まで抱えてる私にありったけの苦労させて、まだ織木が忘れられないなんてあんまり情けないじゃないか。こんな犬小屋同様のうちにまで落ちぶれて、世間一体から馬鹿にされて、男は外出がちだからそれほどには思わないだろうけど、ある秋のお日が一つ、隣近所の配りにぼた餅も団子もうちだけはよけてみんなやりとりするんですよ。現七人とかお返しが気の毒だから、おためごかしに別扱い、実験長屋のうちにいてさえ肩身が狭くて、顔見合わせても近所の人の目の色ばかり伺うような私と身にもなってる。母ちゃん、このもらってきた。まあ、こんないいもの。日の出屋のカステラじゃないか。誰にもらったの？よ、これ言ったかい？うん、おじぎ、ちゃんとしてもらった。聞くのは二姉さんがくれた。おりきが？こんなもの。うちをこなしておきながら、まだ子供を使って気を引こうとしてんだね。おいで、なんて言って起こしたんだい。表通りで遊んでたどっかのおじさんと来たんだよ。それで買ってくれたんだ。で、欲しくなったのか。食べちゃいけない、母ちゃん。捨てておしまい汚い。バカ野郎、欲しくて捨てられないのか。
何かご用ですか。いい加減人をバカにしろ。黙ってればいいことにして悪行増減は何のためだ。知った人なら貸しぐらい子供にくれるに不思議はないだろう。もらったからって何が悪い。バカ野郎呼ばれして面当てがましく亭主の陰口を子供に吹っ込んだり、少しばかりの内職を恩に着せやがって、どかたしようが車を引こうが亭主は亭主の権があるんだ。悪口ばかり言い通して気に入らない奴は出てってもらおう。出てけ。まあお前さん、後付けなんて邪推が過ぎるじゃないか。太吉があんまり卑しいのと織木の仕方があんまり見えすぎてるんで。織木は商売だ。天から騙しは知れたことだ。あいつが鬼なら、不適されて亭主を罵る女は鬼以上だよ。閻魔だよ。どこまでも肩を持って、こんなにうちのためを持ってる私。貧乏女体がそんなに嫌なら何もいてくれたら頼まねえ。勝手にどこでも行ったらいいんだ。開けてもくれても俺の棚卸しか、織木への妬みばかり。聞いてる方がつくづく嫌なら。貴様が出んなら俺が出てやろう。お前、本当にそんな。私を離縁する気なのか。知れたことよ。そこまでお前、あたしやかましい。父さん。ねえ、すまなかったお前さん。あたしが悪かったから堪忍してください。いや、親切でくれたもの、捨ててしまったの、あたしが重々悪ごさした。なるほど。織木を鬼と言った私は鬼以上いけない女でした。もう言いません。許してください。もう決して織木のことをとやかく軽口など聞きませんから。どうか離縁だけは勘弁してください。今出されては親兄弟もない私。左派のおじさんを仲人ばかり、里帰りに仕立ててきたくらいですもの。もうどこも行くとこなんてありゃしませんよ。私は憎いし、ねえ、頼みます。この子が不憫だから、この子に免じて、どうか機嫌直しておいてください。ねえ、この通り、謝ります。ねえ、手をついて謝ります。何とでもして謝りますからね、管理してください。ねえ、ねえ、そんな邪険なこと言わないで、お願いですから。そんな人ではなかった。よくよく魂まで奪われてしまって。お前さん、太吉を名人させるつもりですか。それとどうだ、俺の子だ。さっさと出てけ。やだ母ちゃん、嫌いだ父ちゃん、嫌い。お母ちゃんについてくるかい。どんなところへでもついてくる。うん、行く。父ちゃん何も買ってくんないもの。太吉は私に作って言ってますから、この子は私がもらっていきます。よござんすね。お前さんの手にはとても任しておけませんから。よござんすね。じゃあお待ち。舐めんのも大概にしろ。区切りまでやって
子供を傘に落としてみたり、つまめるのはできるだ。動画が欲しければみんなやるよ。子供を手なずけて連れて行くんならいらねえから勝手にしろ。そうでござんすか。邪魔者を払ってこれからしたい放題。何でも好きなことやったらいいでしょう。道具なんかありまして、くれてやるもないもん。子供が欲しいって言っても返しませんから、よござんすね。見ててください。この子の寝巻きの合わせ、腹がけた三尺だけもらっていきます。お酒のべてならともかく、冷めてはもう後悔することもないでしょう。でもね、よく考えてみてくださいね。たとえどんな貧乏の中でも、双親揃って育ててこそ。早く行け。腹がけまで腐った人、子供の可愛さも何も分からなくなってしまったんでしょ。じゃあ、お別れします。タッチ、おいで。お父ちゃんにさよなら、おい。父ちゃん、さよなら。源さん、おい源さん、源さん、まだ寝てんのかな。帰ってないのかな。源さん、源さん、そうかい。荷物はまとめてないんだね。ええ。駆け落ちにしちゃう。ゆきさんは駆け落ちするような方じゃないよね。お風呂の帰りにまさか誘い出されるってもね。風呂あたりは大方探したんだな。じき捕まるよ。たまに逃げられちゃ大損害ですよ、本当に。昨日は少し遅かったけど、いつもの通りお風に出かけたんですよ。ねえ。そう。で、そのまま帰ってこねってわけ。ええ。まあ、とにかくおまわりさんにお願いしてあるけど、まだ。兄貴が今にもしょっぴいてくるよ、きっと。深海のピカイチは逃がしちゃならねえ。な。お、ご苦労、どこだ。心中だな。相当女は抵抗しとるな。後ろから脇腹を刺されと。喉も疲れたのか。男も切腹とは見事なもんだ。合意の上なんじゃねえか。さあ、
1月2日晴れ、今日もひねもす、蒸して暑く、何事もなし。いかがだったでしょうか。衝撃的な結末でしたね。うん、突然のことでびっくりしたわ。おりきさん、好きになった男性とこれからって時だったのに、なんで子供にカステラあげちゃったんだろう。結末に至る経緯といい、いろいろもやもやが残るね。うんうん、樋口一葉さんの小説を読んだことはないけど、映画で見る限り24歳で亡くなったとは思えないほどの世界観を感じたわ。そうだね。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。